3月に人鯨潜水艦が就役しました。その一方、対鯨型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、あまりの高スペックに、艦長でさえお手上げと言われる対鯨型について見ていた、期待と思います。台湾初の自国建造潜水艦海軍が対鯨型潜水艦を超えているという気になる話もありますが、これには、中国海軍が一番危機感を感じているようです。2024年3月に入りましたが、ロシアによるウクライナ侵攻は3年目に突入し、長期化の様相を呈しています。地続きである両国ですが、地上戦闘においては、ロシア側が優勢に戦いを進めているという感は否めません。この戦争では、陸上戦力においては、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、ロシア側も、決して、部分的な損害は少なくはないはずですが、防御戦でも苦戦を強いられている状態です。こうした状況下、日本の現状は、幸いにも、周囲を海に囲まれている地理的環境もあって、ロシア・ウクライナ戦争のような陸上戦闘がすぐに発生する恐れはありませんが、残念なことに、非対称戦、軍事力が大きく異なる同士の戦争の重要度が増しているように感じられます。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、世界第2位の GDP を持ち、軍事力拡張に邁進する、中国、各種のミサイル開発と、実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアと言えましょう。それらの国々とは海を挟んで対峙しているわけです。日本が仮想敵国と海を挟んで対峙する構造自体は、太平洋戦争後もずっと続いてきた状況ですが、経済力を背景に軍事力強化を推し進める中国によって、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛の必要性の比重が増しているようです。日本は、これを念頭に2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは計算上は対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算となる見込みです。しかし、世界的な新型コロナウイルス蔓延の名残や激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、ガザ地区でのイスラエルのハマスとイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いています。このため、増額基調に方向を変えた日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りするのではないか、さらに防衛予算増額が必要となるのではないかという憶測も噴出しているようです。そんな中、日本の防衛の要と言うべき既存戦力は、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きが多く、2022年3月に最新型潜水艦の一番艦である太平洋を就役させたこともあり、同型の配備数増加は削れない部分という意見があります。太平洋型は、すでに2023年3月に2番艦は具芸も就役を果たしており、今年3月には3番艦人芸も就役する予定です。今、まさに最終準備が行われている段階と思われます。太平洋型は4番艦雷鯨も2023年10月に進水と命名が終わっています。こちらも予定通り計画が推移すれば2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わるので海の防衛の大きな一助になると期待されています。ちなみに太平洋型の建造費ですが1番艦太平洋がおよそ800億円、2番艦は、具芸がおよそ720億円、3番艦人芸及び4番艦雷芸がおよそ700億円で、量産の効果なのか若干の低減が見込まれているようです。と言っても、前述のように、世界的な物価高騰のため、これらの建造費が計画を超えることも考えられます。今から費用低減を図るの難しいので、費用捻出のための財源確保が大きな課題になる可能性は高いのです。さて、2024年の3月時点で、太平洋型も3番艦人芸が計画通り就役すると仮定すると、海自の潜水艦隊は最新鋭太平洋型3隻、前級の
双竜型12隻、前々級の親潮型7隻の構成になり、これに加えて、練習潜水艦として、最も古い前々級の親潮型2隻が残ることが想定されるので、万が一の際には、少なくとも、潜水艦24隻を戦力として稼働させることは可能ではないかと思われます。ただし、潜水艦22隻の実戦配備体制ではありますが、艦艇は、実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があります。ということは、計算上は、同時に実戦配備が可能な数は最大でも7から8隻と見られます。この稼働数で、海自潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は津島海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられます。日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視しているのです。これら5カ所の海峡を、有事の際には、潜水艦隊を用いて封鎖し、本土に仮想敵国の艦艇の接近を防止するのが最大の目標ですが、現状の22隻体制は、これが実施可能な必要最低数と言われるのです。かつて、海自潜水艦隊の数は16隻体制でしたから、幾分か戦力増強と言える状態に見えますが、中国海軍の艦艇数の増加ペースが早いので、これでも十分かと言われれば正直厳しいかもしれません。しかし、現実として、第二次世界大戦後に、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどありません。今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難なのです。さて現在の海自の潜水艦の中で最新鋭対鋭型ですが、基準排水量3000トン、推定水中排水量4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルで、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇っています。対鋭型は、3番艦ジンゲイまでが、川崎重工業社製の 12V2525SBD サル機関を2機、4番艦ランゲイ以降が同 12V2531 ディーゼル機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しています。こういった機関によって、対鋭型は、マックス水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能と見られていて、詳細なデータは未公表ですが、航続距離は、推定で、最大 8000km、連続航行時間も最大4週間とも言われているのです。こうした対鋭型の性能は、推定値ながら通常動力型潜水艦としては世界最高水準であることは間違いないでしょう。前々級の親潮型や双竜型と比べても、大幅にスペックを向上させていると言っていいでしょう。こうした点を捉えて対鋭型であれば、前述した5つの海峡周辺における従来の待ち伏せ戦術だけでなく、他国の攻撃型原子力潜水艦が実施可能な移動をしながら迎撃戦術可能ではないかと指摘する声も一部にあるとか。しかし、いくら対鋭型がリチウムイオン蓄電池性能の大幅な向上を果たしたからといって、他国の攻撃型原子力潜水艦は30ノット前後の水中速力を発揮可能な能力があるわけですから、同列には論じられないと個人的には感じます。そもそも、海上自衛隊の護衛艦の水上戦闘艦の多くが、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能ですから、対鋭型とはいえ、それらを追尾するスピードにはほど遠く、主体的な作戦は困難と考えられるのです。とはいえ、対鋭型は、通常動力型潜水艦としては、世界的にも最高水準に達していることは間違いありません。特に、親潮型双竜型に比べて、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、待ち伏せ戦術でも、有効性をさらに高めたと考えられます。最新鋭かつ、海上自衛隊の最高の軍事機密に属するので、対鋭型の詳細なスペックは伏せられていますが、たまにある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されているようです。これまで、
人力や目視で行っていた運行作業の多くの分野で機械化が進んでいるので、乗組員の艦艇運用に必要な体力的負担は大幅に削減されていると推察されます。